実行空力デバイスということでね。いや、本当にね、低速域、今ここ40キロで走行なんですけど、そういったね、街中の低速域でもう、この空力を発揮するというボディが備わっておるわけなんですよね。なんかね、今、50キロ、今40キロか、40キロで走ってるんですけど、それぐらいのスピードが一番、こう、乗り心地としてはいいです。スピードに乗った時のね、乗り心地がかなり追求されてるなという感じがしますね。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダフリードモデュール X です。はい、今日もやってまいりました。今日もですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてデビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダフリードモデュロ X マイナーチェンジ号ということで、いや、これね、実行空力デバイスということで、ホンダアクセスがね、土屋圭一さんと、共同開発した空力を極限まで、磨き上げた、ホディードモデュロ X になりますね。モデュロ X ね、実はこれで2代目になります。前のモデルからね、さらにエアロフィンやサスペンションの周りの空気の乱気流とかいろいろね、調整が入ってるということで、詳しく見ていきましょう。はい、まずね、これこういうのがね、ちょっとポコッと出てるだけでね、なんかだいぶ旋回能力が上がってるというものらしいですね。実はね、高速域ではなくて街乗りでもだいぶこの旋回能力っていうのが変わってくるといったものらしいですね。このフロントのエアロの下のこれポッチ、これがエアロボトムフィンと言いまして、ここで空気のね、整流を調整しているということですね。これでタイヤハウスの方に流れる空気を調整して、空気の流れをね、柔らかく奥に押し込むイメージらしいですね。たったね、結構小さいね、ポッチでしたよね。ああいうもので結構この辺の内圧とか空気の流れっていうのがだいぶ変わってくるということなんですよね。つける場所とかね、いろいろ研究されたんでしょうね。で、この大きいね、2つ、この大きい弁当箱、これがエアロスロープと呼ばれるもので、直進安定性をね、これでさらに強化してるというものらしいですね。で、これ専用のね、アルミホイールがついております。タイヤはね、185の 65R15、15インチを入っております。これ、あえてエコタイヤなんですね。これ、ひょっとして乗り心地結構ね、良かったりするんじゃないですかね。で、モデュール専用のね、サスペンションがついております。白と赤が格好いいね。外から見えないのが残念。ちなみにフロントマスクもマイナーチェンジ後にちょっとデザインが変わってますよね。ちょっとデコパチになったかなっていう感じで、モデュロ X のこの X のデザインを彷彿させるようなフロントマスクですよね。ちなみにね、車両価格が341万1400円ですね。約350万ぐらいします。後ろから見たらこんな感じです。うん、前のモデルとほぼ一緒っていう感じかな。これはモデュール専用じゃないんですけど、ちょっと大きめの羽がついてますよね。お、モデュール X エンブレム、いいね。後ろもすげえ荷物乗るんよ。これ、そっか、後部座席跳ね上げタイプね。すごい広い。完璧。それでいて5ナンバーのこのサイズ。そうそう、やっぱね、モデュール X って結構こう、大人かっこいいなと。いうイメージがありますよね。大人の乗る、クールなスポーツタイプの、ミニバンという感じがしますね。ではね、内装の方を見てみましょう。では、お邪魔しますと。やっぱ広いわ、フリード。内装はこんな感じです。いや、ちょっとね、乗り味がね、すごい今回、気になります。っていうか、ハンドルがちょっとこんな感じだったんや。ほら、はい、ちょっとこれ外します。あ、試乗できます。必ずね、皆さん予約してきてくださいね。そうしないとね、乗れない時がありますんで。おー、こうモデュール X って出る。
結構エンジン音鳴るな。これ確かね 1.5 リッターの IDCD なので、今の2モーター式の EHEV とは違うんですが、この時のハイブリッドの、IDCD ってね、すごいね走るんすよ。あのすごいダイレクト感がある車なんですよね。実を言うとシートはあの座った感じはあのそんなに硬くなかったです。これモデュール X のね刺繍がしてありますね。これちょっと触った感じ、あ、柔らかいわ。やっぱすごいあの乗り心地がいい感じの、若干ソファータイプと言ったらいいんですかね。なんかすごい柔らかいシートです。専用のフロアシートが敷かれてますね。でこれね、あの土屋圭一さん曰くというか、これ自動扉便利でええわ。いやこのまずね、この後部座席に土屋圭一さん乗って、この、モデュール X を開発したと。やっぱりねフリードって、ファミリーカーなんですよね。なので奥さんとか後部座席にね乗る方の乗り味っていうのをすごいあの考えて、作られたらしいですね。なのでまあちょっとスポーツタイプにはなるんですが、乗り心地の方がね、すごい、こだわって作られたということで、今から試乗の方してみようと思います。ではね、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ご報告によーし。すいません、どうも今日はちょっと同乗していただいております。あのさっきね N1 の動画を撮らせていただきました。あの後部座席の乗り味をちょっとね試してみたかったんで、ちょっと無理を言ってね今日はね横に乗っていただいております。よろしくお願いします。ホンダフリードモデューロ X ということでね、私この車乗るのねすごい楽しみに実は今日しておりました。いやーあのやっぱね第一印象ね、視界が広いなという印象がありますね。あの本当にね乗りやすい車だなと、まずは第一印象そう思いました。でこれサスペンション、これホンダアクセスのモデュール X のサスペンションがついてるんですが、全然今あの柔らかい、ひょっとしてこれ街中で乗るとどんな感じなんかなと思ってたんですけど、どっちかというとふわっとした乗り味ですね。実行空力デバイスということでね、いや本当にね低速域、あの今ここ40キロで走行なんですけど、そういったね街中の低速域でもこの空力を発揮するというボディが備わっておるわけなんですよね。さっきねあの底面とかいろいろ見ましたよね。ああいうところにあの空力デバイスが、備わってると。もう少しちょっとスピード出たらその辺実感するのかな、今のところわからないんですが、私はねあのフィットに普段乗ってるんで、こういったねワンボックスカーって普段乗らないんですよね。なので結構こういうねなんか横揺れとかが結構気になるなと実は思っておりました。でこの、フリードモデル X はその辺のね旋回能力がかなり上がってるということで、まあ、セダンとまでは言わないんですけども、やっぱね、すごい安定した乗り味だなと今のところ思っております。いやこれちょっと後部座席乗るのはねちょっと楽しみでね。いや本当にあの土屋圭一さんってね、開発するときにもう最初からハンドル握らないらしいんですよ。でまずはこのファミリーカーというのはもう後部座席命だということで、真ん中からまあ乗ってその乗り味をまずテストしてからやっとハンドルを握ると。通常のねあのフリードから100万ほどちょっと値段は釣り上がるわけなんですが、それぐらいね研究開発費っていうのが実はかけられてるんですよね。ほとんど見ないですよねこれね、モデル X 本当に見ないですね。今たまたま目の前、これフリードの前のモデルなんですけど、ね、フリードはよく見るんですけど、この本当に白黒のモデル X ね本当に見ないんで、結構こだわって乗る方はこれ本当にねぜひおすすめだなと思いますね。でやっぱね車2台持ちできない方とかね
いらっしゃいますよね。まあ、理想はね、あの広いあの2台ぐらい止めれる駐車場で、1台は好きなスポーツカーと、もう1台はこういったねファミリーカーという感じで乗られる方もいるんじゃないでしょうか。お金持ちの方はそんな感じですよね。ただね、ちょっと私みたいなね小市民はね、あの本当にね、もうやっぱ1台乗るのも精一杯ですよ。そういった中でこういったね、あのやっぱスポーツタイプも乗りたい、でも家族も、ちゃんとね養っていかないとダメなんでね、お母ちゃんの意見も聞かないとダメなんで、そういった方にはね、これ本当にね、あのおすすめの車だとね思うんですよね。でやっぱね、このホンダセンシングですよね。やっぱあの安全機能、安全支援システムが、結構いっぱいついてるので、その辺もね安心して乗れる車だなと思いますね。お、ちょっとこうワインディング、おお曲がる。あ、結構踏ん張ってくれるかもしれん。なんか今フロントのタイヤね結構踏ん張ってくれましたね。広いですね。いや、これほんま車中泊できますよ。あのよく YouTuber、 知り合いの YouTuber でもこのフリード乗ってる人多いですよ。車中泊したりキャンプとかね、はいはいはい、でやっぱキャンプ 山奥行くと、あのやっぱ大きい車入れないところが結構あるみたいなんで、はい、まあ、軽とかね、こういうフリードみたいなコンパクトカーっていうのはすごいそういうところで需要がありますね。やっぱ今結構車って大型化していってますよね。そうですね。このフリードは結構5ナンバーで、本当にこの日本のね、こう車事情で乗りやすい車だなと思いますね。ちょうどいいんでしょうね。ね、まさにちょうどいい。でも本当にやっぱ2台持ちしてて、1台こういう車乗ってると、絶対やっぱこっち乗るみたいですね。あの小さい車の方がやっぱその辺のコンビニ行くだけでね、あの大きい車乗らないですよね。でこちらちょっと踏切一旦停止して、右左乗り味確かめてみようと思います。おお、あ、すごいすごい。あ、フラットに、今結構フラットな走りしましたね。あのこれぐらいのコンパクトカーでしたら、だいたいね、あのピンピン跳ね上がるんですよ。すごいね、ショックアブソーバーの制御がかかってるなと今思いましたね。ではちょっとね、大きい道に出ましたので、空力デバイス、確かめてみようと思います。うん、あ、やっぱねこの7速の、トランスミッションね、やっぱすごいダイレクトな感じします。あのアクセル踏んだら、あの結構ダイレクトにあのパワーが伝わってるなという感じしますね。これね、なんかちょっと違うんですよね、今の EHEV とね。意外とこの、前の、ハイブリッドタイプがいいっていう人もいますね。今ずっと喋り続けてたんでね、この静粛性わからないんですが、あのどうですか、ちょっと今静かに走りますね。モーター音はします。モーター音というかエンジン音はします。ちょっとねやっぱ 1.5 リッターで軽めの軽いちょっとエンジン音がなりますかね。そうですね。でやっぱ空力をだいぶね制御されてるんで、その風切り音っていうのはもう少しねちょっとスピード出してみないとわからないんですが、ちょっとその辺もね聞いてみようと思います。まあでも軽乗ってる感じからしたら全然静かですよ。まあですよね。あの N1 結構ブイブイ言うてましたもんね。やっぱ柿本ローラーついちゃってましたんで。なんかターボエンジン、なんかターボのヒュンヒュンする音も聞こえるし、でもそういった意味ではやっぱこういうハイブリッドカーとかはちょっと物足りないなという感じはどうしてもしますね。多分あのお母ちゃん乗ってるね、助手席に乗ってるお母ちゃんとか家族はこれめっちゃ喜ぶと思うんですけど、お父ちゃん的にはどうでしょうねこれ。そうですね、やっぱりなんか元で楽しむ部分もありますよね。はい、ね、そういうのもありますよね。350万かちょっと高いかな。いや、あの私はね、あのホンダ E を実は購入しまして、いや、あの車がね450万から500万ぐらいする車なんですよね。いや、かなりねコスパが悪いなと思いながら買ったんですけど、でもこのねモデュロ X もそうなんですよ実はね。普通のねフリードの、ハイブリッドタイプであの100万ぐらい安いですからね。
まあ、その辺ちょっと考えどころなんですが、やっぱりこの所有感といいますか、いい車に乗ってるぞという価値観は断然ありますよね。ではこちら、少しスピードが出せますので踏み込んでみようと思います。あーすごい、あやっぱね、ちょっと直進安定性っていうのがどっしりした今走りするなと思いました。ミニバンってね、結構車高が高いのでふらついちゃうんですよね。こういったね、まっすぐの、直線の道でも結構わだちがありますよね。わだちとかちょっと乗り越えた時にハンドル取られちゃうんですけど、結構ねそういうのがビシッとね、まっすぐ走るような印象を受けましたね。やっぱ前から受ける風をすごいやっぱ受け流してるような感じがしますね。なんかすごい抵抗がないというか、アクセルがすごい軽いんですよ。やっぱこのファミリーカーってね、この後部座席に乗るの楽しいですよね。フリード広いわ。ほら、こういうプライベートのね、こういうのがあるんですよ。ほら、これ。これで外からのね、視線を遮ってくれたり、あと日差しがね、強い時とかいいですよね。ちょっと後ろのガラスが、これはもうスモークガラスになってますね。わぁ。足元広い。足元広い、もうこれ生活できそう本当に。ほう、あ、はいはいはい、こんな感じか。やっぱね、ちょっと運転席と乗り味違ってきますね。うん、少し跳ねるかな。跳ねないって言ったらね、ちょっと嘘になりますんでね。今低速域で20キロぐらいですかね。コンビニの段差から出てきたところです。若干ね、やっぱああいう段差を越えるときは、こう、ふわふわっとした感じの乗り味にありますね。おー。あ、で、なんかこれさっきからね、運転してて思ってたんですけど、なんかこれ FF なんですが、結構ね、なんか後ろの車輪も踏ん張ってくれてるなという感じがするんですよ。不思議ですよね。いやー、フリード、モデュード X。 いやー、ホンダアクセスさん、なかなかね、いいですよね。ホンダのディーラーで買える車なんですよね、このホンダモデュードっていうのが。新モデルが出てから、そっからの開発になるので、結構ね、出るまでに時間がかかる感じなんですよね。どうですか、乗り味。いいですね。静かですね。やっぱ静かですか？やっぱその印象があるんですよ。なんか静かすぎるとこのタイヤのノイズとか気になってきますよね。あ、確かに。ロードノイズというか。ありますね。あまり静かすぎるとちょっと眠たくなっちゃいますよね。ありますね。長距離は怖いかも。お母ちゃんに起こしてもらう。あんた起きなさいよそろそろ。あ、でも俺後部座席いいかもしれん。ちょっとね、座面がフロントよりちょっとだけ高いんですよね。なので見晴らしも良くて、なんかね今、50キロ、あ、今40キロ、だか40キロで走ってるんですけど、それぐらいのスピードが一番こう乗り心地としてはいいです。スピードに乗った時のね、乗り心地がかなり追求されてるなという感じがしますね。はい、いかがでしたかね、ホンダフリードモデュロ X。 いやー、これがね、空力マックスっていうボディですよね。いや、ほんとね、おすすめだと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダフリードモデュロ X でした。じゃあね、もう一周。